ゲアした曹操で天下統一を狙うアキミロです。はい、続きやってきます。前回でだいぶ中央から右側かなが上の方まで進めたと思います。今回は深夜の上にある円か、円を奪って劉備のいる漢中とつなげたいと思います。ここ取っちゃえばね、長安に援軍送れるんで、まあ、そしたらもう馬頭の方も劉備たちに滅ぼしてもらおうかなっていう感じで、今回は中央と左を攻撃していきたいと思います。まずは大守とかね、前回将から攻めて何も指示しないままやめてしまったので、ここら辺任命してちょっと訓練して準備ができ次第ちょっと円の方に攻めたいと思います。慶の旧北軍が総巡領の北兵に攻め込みました。これは敗北、いいよ、頑張ってるね総巡で。行の長将軍が総巡領の南皮に攻めました。負けてる総巡、頑張れ。曹操領の洛郎が上辺の新兵に攻め込まれました。マジか、やってやりますとも。ここには関寧、周泰、陸遜などいますからね。言うて関東や首都もいますからね。なめられてる。援軍も要請します。援軍はこの五からか、采配取らないと落とされる可能性あるんでやります。それがしが今回の洛露防衛の総大将を務める関寧だ。陸遜が三軍ですね。援軍6日後ですね。結構時間かかるな。敵の総大将諸葛亮です。なんと方針が三軍、諸葛ちゃんか、ちょっと怖いな。まあ、陸遜の案を採用、迎撃です。206年9月洛露の戦いです。まあ迎撃にしてるんですけど、こっちから前出ていきましょう。相手は5部隊か。救援、これで早く来てくれ。ダメだー、救援失敗です。はい、こっちの攻撃2500以上叩き出してましたね今。これはいけるかな。防衛戦ではありますけど、こっちからもガンガン前に出てます。中隊で挟み撃ちだ、くらえー。おっと、船の一撃もだいぶこっちの方が強い。何、諸葛亮挑発してきたのか今。混乱の音ではなかった。相手大して強くないですね。やっぱり弓撃つべーし。高祖さんも弓キア撃つべーし。おー、やっぱり混乱じゃないな、反撃もだいぶ今与えてました。これは届かないか。ならばこっちの部隊四方から突撃も使えるのか。じゃあ突撃だー、一撃5800ぐらい一気に減らしました。そしてこっちも後ろに回って挟み撃ちで、ゾウハさん諸葛亮届かないか。しかし菊木さん、これで終わりです。さよなら諸葛亮。あとは撤退していくんじゃないか。これ浮きは上辺に撤退。はい、神秘軍は洛露から出た我が関連部隊によって撤退していきました。応援成功大成功は関東、第2が菊井、第3が周代でした。いや弱かった、まさかの援軍来る前に終わるという。東洋、あー諸葛ちゃん来ないか。重慶、あ、来たー、方針、来たー、半方だ、半王じゃなかった。おー、3人目、曹操配下の角下がなくなりました。ついに角下寿命来ちゃったかー。お、常陽在野の氏、真偽が仲間になりました。角下個人的に好きなんですよねー。おっと、なんだ曹操様、牛王軍が深夜へ攻め込んできました。マジか、すごいな、なんか今回やたら敵攻めてくるな。長州さん、宗信さん、満朝、関西ってか、もう全員で行こう、全員出ます。
援軍も呼ばないとこれはダメだな、さすがに。満潮さん、投降兵に変えよう。各敵機が使える。長州さん、騎兵すら使えない。長州さんは騎兵の方が似合うな。投降、騎兵、なんかある程度作っといてよかったな。まあこの敵機とかは僕が作ったわけじゃないんですけどね、なんかもともと持ってたっぽいな。宝石、宝石使えるんだ、ちょっとやってみよう。でこれ李重はさすがに土兵にしろ。よし、これで5援軍。そうだな、援軍いけるのがやばいな。あんまり武将多いところじゃない、ここしかないな。采配取ります。相手7万6000ですね。兵はこっちが上なんですけど、ちょっと不安あるんですよね、武将の質的に。まあでもね、核の策通り頑張って倒したいと思います。迎撃だ。206年10月白鵬の戦いです。なんかさっきと地形がかなり似てますね、てか同じじゃないかな。またね、ちょっとここら辺で船で接近してきたら攻撃しながら倒したいと思います。我らが来たからには牛歩軍など物の数ではないと。早速年軍到着です。相手5部隊しかいないんですよね。これもう前に出るか。敵はどこに潜んでいるか。はい、敵総大将発見です。さすがに船だときついかな。1200ぐらい。うわー、こっちの方がいって、だいぶ食らえましたね今。おっと、さらに敵いっぱいですね。李重さん混乱だ。どうだ。はい、良好さんかな、かかりました。敵が突っ込んできました。いいねいいね。なんか何部隊か左に行ったんですよね。馬勢今失敗したかな。さあ本格的な戦い開始です。突撃だ。暗い創生高層の一の突撃、すごい、半分ぐらい減らした。1万2000から6000台になりましたからね。こっちも船に突撃だ。突撃、やはり船はねなかなか厳しいものがありますね。さあそしてこっちも横っ腹をつく突撃だ。連携も入ってますからね。あ、押し出しちゃった。さあ長州突撃でとどめだ。はい、創生さん捕まえました。二重で攻撃、よし、あとちょい。では流氷さんです。良好さん倒します。あれ倒せねえ、これいけると思ったんだけどな。感染でとどめいきます。3方向から、これは終わりましたね。はい、満潮で超人混乱です。この間に上陸したい。船か、まあいい。2方向から攻撃、しかしカウンター痛い、めっちゃ痛い。なんだ雑魚か。おっと、牛歩は縁に退却しました。総大将が逃げちゃった。あらら、超人とか置いてかれちゃいましたよ。よし、超人を捕まえたぞ。ソフィはこの美砲が受け取った。あらら、5部隊で攻めてくるなんてちょっと無謀でしたね。大先行長州、第2番長、第3艦船でした。我らの勝利、防衛成功。そうそう、この長州を殺せるか。どこぞの義援さんですか、あなたは。解放してあげるよ、創生さん。あ、来た。良好さん、解放してあげるよ。ソヒさん、来た。常陽の長州軍が総巡領の北海に攻め込みました。敗北。お、サジだ、いいよ。おお、在野のサジが仲間になりました。では巨匠から曹操たちもう縁に向かわせます。
今武将減ったからより落としやすくなったと思います。で、行くぞー、純育純優。あー、そっか、角下がいなくなったから一人分減ってるのか。まあいいや、旧部隊で十分でしょう。援軍も要請します。縁からよろしく。はい、総大将は早々、三軍は純育です。相手はどうなんだろう。あ、深夜からの援軍は2日です。牛歩が総大将ですね。で、三軍五室さん。でも相手9万4000も兵あるな。結構多いじゃないですか。まあ全て純育の策でいきます。206年11月縁です。罠は6箇所。罠探ししながら前に行きましょう。正面突破です。おっと、ここに兵がいたか。迎撃に出てるのか。やるじゃん。普通に本陣前に固まってると思ってました。2部隊いるな。罠を探しながら突っ込む。そして攻撃。良好さん5200。さっき良好さん戦ってましたからね。兵が回復しきれてません。息子総比混乱と思ったけど使えない。さあ純育さん混乱いけー。かからないか。まだだ。純優もいる。純優混乱来ない。旅行さんそんな頭良かったっけ。全然かかんないんですけど。家計しか使えない。くおー。でも相手は1万も兵がない。おー、乱射か。やるじゃないの。お、曹操の援軍到着でーす。20万です、こっちの兵力は。こりゃ勝ったな。では呂布と長領のダブル突撃行っていきたいけど、超人は包囲が効かなかったんだっけな。まあいいや、呂布の突撃くらえ。やっぱ包囲は効かないです。混乱させないと。よせー、さらにいく。倒した。超人捕まえた。で、次はこの良子さんだ。混乱きた。良子さんかかりました。さすが曹操。総比は左の拠点を取りに行きましょう。さあ、この文兵の攻撃で良子さん終了です。捕まえた。お、相手の援軍も到着しました。曹操軍だとものの数ではないと。合計10部隊になったな。15万。まあまあまあ負けないとは思うんですけど、数はすごいですね。数はさあ行くぞ。後ろからお次だ。はい、終了。長江後ろに回って曹操と挟み撃ち。はい、司教さん倒しました。え、援軍部隊は本陣を突っ込んでるな。両国に敵が突撃してきたな。しかしカウンターで混乱。これで終わりだ。長英さん捕まえました。で、純優攻撃。2082か。テイクの攻撃でいけるか。落ちろ。よーし、倒した。長江さん囲め囲め。三方向から攻撃。アイリゲンさん終了。援軍部隊も頑張っている。長領で拠点を占領。これで包囲完成したかな。はい、敵側の守備士気は27まで下がりました。もうこれは我らの勝利です、間違いない。はい、これで敵総大将牛歩さんは終わりです。ここで攻撃しなくても結局援軍が倒したんで、だったら私が倒します。はい、牛歩さん捕まえました。そして敵は逃がさん。敵将炎鵬生け取ったり。王さんはこの創世が生け取った。素晴らしい。敵将これかな、デーなんだったっけな。とりあえず生け取ったり。口が悪い人ですよね。はい、我が軍の勝利です。パッシュ力あげよう。大先攻呂布、第二長江、第三長領でした。呂布がすごい活躍。わしがお仕えするのは陛下だけじゃ。私も陛下ですよ。国は違うけど。
はい、入ったー。やっぱり同じ陛下だからかな。同じこと言ってる。陳信さんは来なかった。解放。司教さん、来ない。解放。長人さん、そろそろいいんじゃないの。ダメですね。長人は一切来ない。陽光さん、来ない。デイコーだ。デイコーさん、解放。長英さん、来た。リゲン、お、来た。リゲン最高。炎穂さん、来た。ゴシさん、来た。オーサンさん、来ない。牛砲、解放してあげるよ。貴様ごときにってひどい言いようだな。こっちからしたら牛砲ごときにって言いたくなりますけどね。まあプレイヤーは数値見れるものの、ゲーム内のね、武将たちの視点から言えば各武将の能力なんて数値見えませんからね。で、巨匠の武将が5人になっちゃったか。ここに送ってあげないとだな。深夜がもう攻められる心配がないので、深夜から万長さんとかを巨匠に移動しましょう。万長各宗神、宗政も宗一族か一応。ああ、行動力がこれ以上ないのか。いってらっしゃい。おっと、縁で誰が引き抜きにあったな。文平。文平さん、よう裏切るな。でもすぐ取り返しましょう。文平、帰ってきて。帰ってきて。帰ってきて。やばい、取れない。嘘。あ、来た。長江ならいける。はい、来ました。文平、帰ってきました。もうこれの繰り返しなんですよね。取ってもすぐ取り返せる。では、漢中にいる劉備たちに出陣していただきましょう。狙いは長安ですね。長飛、関羽、趙雲、甲冑、劉備、三平さん、五位さん、息子も連れてくか。長将たちは置いていきましょう。栄華はもう投稿とかにしてありますね。あ、息子してないな。関平もか。趙雲は、あれ、騎兵がない。あれ、趙雲なかったっけ。しかも投稿を作ってないな。まあいっか、負けることはないでしょう。ちょっと今度作ってあげましょう。援軍、実行武将、縁から。曹操は援軍で出れないので、呂布、長領、長江、曹丕、そうだな、テイクさん行ってきて。これでよろしく。采配はしません。当てるはず。いけー。はい、余裕の勝利。いっぱい取られてますね。しばきさんがいたね、今。よいぞ、よいぞって。なんかすげえ掴めてる。不覚じゃ。あららら、しばきさん来ないんだ。解放してあげるよ。ぼくじゅんさん。ぐずぐずするなーって言われた、今。解放。りょうこうさん。来ないなー。ごはんさん。やばい、全然来ない。超人さん、来ない。僕六大王、やっと一人来た。チンシンさん、来ない。オールイさん、来ない。オーさん、来ない。デイコー、来ない。シキョウさん、来ない。牛歩、やっべ、こんな捕まえたのに一人しかいない。すごい、牛歩に対して忠誠高いな。そして、もう、牛歩軍、課題と、K しかないじゃないですか。しかも分断されてるし、もう牛歩は終わったかもしれませんね。大したことないな、こりゃ。で、ここからがちょっと問題ですね。天水攻めても、相手は援軍来るけど、こっちは援軍をくれない。同じく長安から安定攻めようとしても、相手は援軍来るけど、こっちは援軍送れないんで、ここはね、采配自分でやった方がいいかもしれません。コンピューターに任せると負ける気がする。菜園のところとかって誰がいたっけ。まあ、海遊とかがいるっちゃいるか、猛角とか。でもなんか、極端に強いっていう武将、ここに置いてないですね。ちょっと入れ替えるか。劉備たちを武都に移動させて、
で、サイエンたちを長安に持って行って、それで劉備たちで天水に攻めましょう。うん、そうします。ちょっとそれまでは準備です。行の長将軍が総巡領の平原に攻めました。敗北、頑張ってる。曹操配下の子孫隋が亡くなりました。あ、曹操が成人しました。曹操は強いですからね。さあ、どうだ。劉備は相変わらず名前がないな。曹操1位、孫権2位です。孫権、曹操の部下なのに、まあ、演術もいますね。よく見たら。お、県内の在野の士、李恵さんが仲間入りです。いよいよ。おっと、長安にいる韓昭が牛歩に取られました。慶の牛歩軍が攻めて勝ってる。やるじゃん。韓昭さん、曹操なら取り戻せるって言われてるんで、やります。帰ってきたー。北栄の牛歩軍が長昭領の南陽に攻めました。負けてます。おー、牛歩が長昭に殺されました。さらば牛歩。牛歩の後は高孫さんが後を継ぎました。高孫さん復活。曹操配下の蜂起がなくなりました。徐々に寿命が増えてきましたね。おっと、カダイが攻めた感じで負けたのか。高孫さんやられたようです。馬中投与いいよ。お、馬中が仲間になりました。司教の投与、お、司教も仲間になった。てかいつの間に在野になったんだ。上等の曹寿軍が高孫三領の課題に攻めました。勝ってるー。曹寿なんだかんだ大きくなってきてるな。お、長恩が仕官してきました。受け入れますよ。お、在野の士義援だ。義援が曹操に入りました。やったねー。北平の高孫三軍が長昭の南陽に攻めました。勝ってるー。長昭も厳しくなってきたなこりゃ。お、上与の長昭軍が総巡領の北海に攻めました。負けてる。君主の高孫さんが死亡しました。寿命です。高孫職が後を継ぎました。もう完全に元董卓軍高孫族に乗っ取られてますね。曹操配下の孫生が亡くなりました。寿命です。おお、太一寺登用することをお許しくだされて。太一寺在野にいるんだ。どうぞ取ってきてください。おお、これは曹操自ら説得に行ったのか。これ高孫職配下の太子との投与、あ、これあれか、在野の武将だけかと思ってたら普通に引き抜きの提案もしてくるんですね。奪い取っちゃった。曹操自ら奪い取りました。では武藤から出陣したいと思います。行くぞ劉備たち。張飛関羽、張雲、甲冑、劉備、関平、小井さん、猛角、劉邦、あとはこん中だったら宝義さんかな。用一族はお留守番です。で、陛下はまあほぼほぼ、いやどうしよう、劉備も投降にしちゃっていいかな。で、張雲も投降作りました。で、猛角も投降、劉邦も投降、か投降しかいない。宝義さんだけ同兵できます。みんな突っ込め。はい、天水攻めの総大将は劉備です。で、三軍は関羽です。頼むぞ関羽。兵力的にはこっちの方が上ですけど、士気がね、相手100に対してこっち70ですね。関羽の案は正面突破、いいでしょう。正面突破でいきましょう、関羽らしい。約7年7月、これは刻んだったかな。なんか目の前に敵いませんか。これすごい数なんですけど、罠が3箇所。この程度の奇襲にやられる我らではないのか。それ返り討ちだ。あ、相手が奇襲をしてきたんだ。で、失敗したんだ。奇襲が見破られました。馬頭軍は大混乱です。大混乱、大混乱。これは我が軍のチャンスです。一気に攻撃を仕掛けましょう。みんな超混乱してる。カウの策、コブ7回もある。よし。あ、でも曹操軍100になってた。そうか、敵が奇襲失敗したおかげだ。
カウン、まずいっぱい囲めそうなのはこの方か。いっぱいっつっても2人か。これね、敵総大将狙ってもいっちゃいいんですけどね。くらえー、だいぶ減らした。劉備さんは敵総大将狙うか。劉備馬頭に攻撃。よし、だいぶ減らした。勝負突撃だ。後輩さん食らえ。素晴らしい威力。さらに押す。はい、後輩さん倒した。完璧。よし、こっちだ。囲めるやつから狙っていく。食らえ。素晴らしい。5000ぐらい減らしたぞ今で、ゴイさんは囲めそうな人がいないな。混乱中という意味ではこいつ倒すか。くらえ、幼少さん。で、甲虫か。甲虫は目の前の人でいっか。はい、現象くらえ。そして劉邦も肺炎症に攻撃。劉邦押し切れない。もう角はここだと単体にしか攻撃できないな。ちょっと奥行くか。お、もう角も突撃できる。混乱中の敵に突撃。いやー、3000近く減らした。さらに行く、さらに行く。さすがナンバー王。消費突撃だ。バトンくらえ。劉備と一緒に攻撃だ。すごい距離減ったね今。軽くひねってあげましょう。消費とどめの突撃行こう。兄ちゃん行くぞ。遊び打ちだ。はい、これで総大将バトを捕まえました。相手の士気はダウン。敵の総大将バトを捕らえた。あれ、みんな逃げてってる。追撃だ。おお、敵将ライトを生け取ったり。よし、幼少を捕まえたぞ。敵将龍巡生け取ったり。点数を占拠しました。あんまり全員捕まえた感じはなかったけど、向上戦内容です。我が軍の勝利だ。時の声を上げよう。あっという間に決着でした。敵が奇襲に失敗したのが大きかったですね。大先行張飛、第2猛角、第3張雲でした。曹操軍が劉将を捕らえました。後輩を来た。ご覧来ない。解放ライトさん来た。肺炎症来た。幼少さん来た。劉巡さん来ない。劉将の人たちには結構恨まれてんのかな。一人も切ってないんだけどな。お、劉将、やっぱ来ないですね。バトーさん解放してあげる。余裕ではないか。まあ実際余裕なんでね、ぶっちゃけ。もう援軍来ようが関係なしみたいな感じ。てか援軍来る前に終わったと言った方がいいか。見事ね、点数取ることに成功しました。左もね、今回でだいぶ上に上がったんじゃないでしょうか。この点数取ったことで安定は長安の援軍ありで攻められますからね。ということで、もう終わりは近いです。まあ、まださすがに次は最終回じゃないと思いますけどね。次の次ぐらいで終わるかもしれません。ということで、残りも気合い入れて頑張ってやっていきます。この動画面白かったなと思ったら高評価ぜひよろしくお願いします。また次の動画を見逃さないようチャンネル登録と通知の設定ぜひよろしくお願いします。そして一言でもいいので何か感想いただけたら嬉しいのでコメントお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。そうそう、あとちょっと。私はブログとツイッターもやっています。ブログではゲーム実況に役立つ情報やプレイ感想などを記事にしています。ぜひ覗いてみてください。ツイッターでは1週間の配信予定を固定ツイートに載せています。ぜひ参考にしてみてください。ではまた。